はい、ミキコです。おはようございます。ということで、私が銀座の赤字クラブを再建の動画を上げ始め約3ヶ月が経過しました。ここでですね、実際赤字のクラブがどうなったのか、赤字を脱却できたのか、今現状でですねお知らせしていきます。今ちょうど6月4日です。で、5月の1ヶ月の収支をさーっとすぐ急いで締め切って、まあ、まだ事務所とかで、ね、正確な数字を確認したわけじゃないんですけど、やっぱり何事もフレッシュな状態の方がいいんで、こちらで一回出してみました、数字を。なんと3ヶ月経って赤字脱却できてません。できてないんですよ。はい、ということでね、まあ、大体3ヶ月ぐらいで黒字化するぜみたいな多分言ってたよね。まあ、実際3月の中旬過ぎぐらいからだったんで、まあ、今4月と5月が終わりましたと。2ヶ月まるまる終わったわけ。6月でもしプラマイゼロのとこに持っていけなかったら、俺がまあちょっとどうする、何すればいい。まあ今の現状ちょっと言ってどうなったか、はい、5月の収支言っていいですか、はい、1ヶ月。まあまだまるまる2ヶ月やって、まだ赤字だけか正直できてないです。まだ赤字ですという、はい、ことなわけですよ。数字もうまた公開します。1ヶ月の月売りが5,219,5,360円です。なんで売り上げはまあ少しずつ上がってきてると。で、やっぱり俺いつも思うんだけど、入ってくるお金を増やすことよりまず出てくるお金をここに減らすことを考えなきゃいけない。でもこの出てくるお金も何でもかんでも、例えば人件費をバンバン削ってとか広告費をバンバン削ってっていうのがいいわけでもないわけね。これまあバランスが大事なわけですよ。で、まあ売り上げはこんな感じでしたと。その中でホステスの報酬が全体で3,149万円、やっぱりこの業界はどうしてもここが大きくなってくるのかなと。つまり約 60% だね。で、スタッフの給料で340万円出ていってます。酒代が580万円、まあ、だからこれもやっぱり売り上げに対して 10% 超えてるってことだよね。かんばしかないですよ。正直ここは 7% ぐらいに抑えていかなきゃいけないです今後。まあ、でもその他ね、外注費とか、まあ、家賃とか水道費、通信費とかは変わらないんで、まあ、今回はこのスカウトバッグ、スカウト顧問料とかだったり事務所経費だったりとか、まあ、この辺を調整したというか、はい、多少見ました。また広告宣伝費だったり消耗品だったりとかをもろもろ入れますとですね、支出の合計が5,551,4,877円。はい、つまり、まあ、トータルいくら赤字だったかって話なんだけど、204,8,282円、約200万円の赤字か。つまり久々に見る赤字額ですね。1年間の中で一番少ない赤字額に今なったかなと。だからもう経費とかだったりとか中のこととかいろんなことを見直して、無駄な経費とかを調整するとかっていうのをもう結構やったわけよ、この2ヶ月間ぐらいで。だからこれをまた結構やったとしても今度調整しすぎになっちゃうから、もうこれ以上はできないと。逆を返せば、そういう中の経費とかをしっかり見直して、ルールだったりとかこの仕組みみたいなのをちゃんと作っちゃえば、もともと700万円ぐらい赤字だった店も500万円ぐらいはまあ削れましたと。あとはここからは本当にね、売り上げを上げていく作業に入らなきゃいけないわけですね。はい、まあもちろんそういうのも動いてるんだけど、まあ、あとはこのスタッフとか全体のね、なんかコメントも最近結構会議のとかさ出すとさ、意識変わってきましたね、顔つき変わってきましたねっていうコメントもらうんだけど、本当にその通りで、スタッフの意識とか顔つきとかミーティングに対しての姿勢だったりとかがだいぶ変わってるのは事実だから、もう俺は正直ね、射程圏内というか、まあ、もう赤字だけか見えてはいる、うん、で、まあ言ったようにね、3ヶ月でやるって言ったんで、6月にはちょっとやりきりたいところではある。まあ、なんで6月始まったんでね、ちょっと見てていただいて、また6月が終わった時にどういう風な数字になってるのか、今度どういう風に売り上げを上げてたのか、まあそういうところをまた別動画で撮れればなと思います。はい、まあ今はとりあえず取り急ぎね、報告までにこっからです、本当に大変なのは。その感じで、まあこれでもね、ちょっと赤裸々に出していきたいなと思います。で、おかげさまで本当に結構この動画で問い合わせというか、そっちのクラブに働きたいんですけどみたいな、別のクラブの女の子だったりとかから結構問い合わせが増えたみたいですよ。まあもうちょっとね、あと本当に5、6人は女の子ちょっと増やしたいなって思ってるので、まあ、ぜひなんか気になる人とかいたらぜひ問い合わせしてみてください。取り急ぎ収支報告でした。頑張りたいと思います。6月も引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。何したんですか？何をしたのかね。
何をしたの、そんな何かしたことはないんだよね。だからふんどし締め直しみたいな、全体のそれだけ変わるもんなんですね。いやそれもだいぶでかいよ、やっぱり。そのあ、そういうのはまたあの後で、あ、それまた後の方がいいけど、おまけで言う話。はい、わかりました、すいません、また、はい、また後でじゃあ。